戦いでいい。さっきの動画は確認したか？アネゴの活躍シーンですから1秒たりとも目を離しませんでした。俺も同じっす。ならわかるよな。怒ったせっか、本当に怖かったー。いくらなんでも怖すぎでしょ。何？相手の動きを止めてタコ殴りって、6名用の人の顔ボコボコだったよ。勝ちと技で表情全くわからなかったよ。君たち、絶対にセッカを怒らせるんじゃないぞ。いや、とりあえず今からセッカを怒らせないための作戦会議を行う。みんなついてこい。あれはまた外まで吹っ飛ばされちゃうね。ブエクション。はぁ、寒いっすね。こう何時間も氷の中だと冷たいし、さっきの傷が染みて痛いしでたまんないっすね。そろそろ誰か助けてくれないかな。キラ、何してんの？アンゲン様、よかった、助けてー。この中冷たいんすよ。というかあなたもやられたのね。う、面目ないっす。ってあなたもって。アンゲン様も負けたんすか？うん、負けて重傷のところを相手に直してもらっちゃった。いいなぁ、そっちの相手女神じゃん。俺の相手はまるで悪魔みたいで、優しさのかけらもなく、ただただ恐ろしい相手だったのに。歩くの果てには氷漬けで放置っすよ。それは災難だったわね。なんとかこの氷とかしてくれないっすかね。あ、ごめん、無理。私炎系の力一切使えないし。俺も使えないっすよー。とりあえず、煉獄の手が空いたらここに連れてきてあげるわよ。一体いつまでこの状態なんすかねー。はぁ、どうせ誰も冥界には来ないんだから、こんなに警備する必要ないんじゃないかなー。あ、そうだ、暇だから雪だるま作ろう。完成。我ながらさすがだわ。だって2000年以上生きてないわー。あ、私死んでるんだったー。あっは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 。これのどこが新世界なんだ。あ、敵が来た。まずい、私の雪だるまが。とりあえず暗闇で無抵抗にして、帰ってもらおう。戦闘になって私の雪だるまが壊れたら嫌だし。あ、見えるようになった。誰かが倒してくれたのかしら。あれ、雪だるまがあるわね。本当だ、誰が作ったんだろう。アンゲン様、遊んでたな。疑問なんすけど、6冥王、第6王の6の数字って何の意味があるんすか？これは6冥王の中での格付けだ。俺は第1王で一番強く、一番偉い。よく恥ずかしげなく言えるな。真実だからな。私は第3王だから力では絶と煉獄には劣るわ。俺は数年前に鮮血に負けたから第5王に格下げになったな。お前はまだ6名王の中で一番格が低い、6名王になったからといって油断するなよ。そうねー、私は初期からずっといたけど、たまに才能を持った魂がやってくるからね。絶とか煉獄がそうだし、私も数百年前は数年だけ第1王を務めてた頃があったのよ。へえ、それじゃあまずは修羅様を目標に頑張らないとっすね。おう、おう、新人が生意気なこと言ってるな。下が向上心があることはいいことだ、頑張れよ。いつかはアンゲン様も倒しますよ。アンゲンは、本気になったら俺でもしんどいな。そうなんすか。言っただろ、一時は第1王を務めていたんだぞ。その時の修羅ちゃんは第6王、で絶ちゃんは第3王、だったわね。懐かしいわー。俺と修羅は同期だからな。今では随分差が開いちまったがな。へえ、やっぱりみんなもそんな時代があったんすね。さあ、6名王の仕事に戻ろう。冥界の平和は俺たちが守るんだ。はいっす。ここら辺だったよな。大会の時、俺の剣が吹っ飛ばされたのは。お、あったあった。はあ、会いたかったぞ、この野郎。一ヶ月もお前に触れられなかったのは本当にきつかったぜ。元はといえばあの水色の氷女が悪い。この俺にでっかい氷を何度もぶつけやがって、あの時の顔を思い出すだけで、恐怖が募るばかりだ。はあ、嫌なこと思い出しちまったし、早く帰ろう。それじゃあ、あとは上でまだ寝てると思うから説明お願いね。ああ、大事な話だからな、絶対に話しておくさ。それじゃあ、私たちはアリスについていこうよ。そうね、行きましょう。それじゃあ俺も上にお邪魔しようかな。あ、ちょっと待って。今度、狼手を出したら次も容赦なくぶっ殺すからな。なに、佐々木協力してくれるって言ったのにいきなり殺されかけてるんですけど。返事ないわね、軽くその角一本言っとく。わかりました、絶対に狼さんには手を出しません。わかってると思うけど、パトにも手を出したら、生きていることを後悔するような苦痛を与えるからね。はい。それならいいわ。だ、だだだだ。
約束、絶対に破らないでね。破ったら私、悲しくてあなたの頭にもう一本角を刺してしまいそうだわ。怖すぎだろ。やいやい、お前、大岡姫を剣で刺したんだってな。姉子がすっげー怒ってたの？お前らも鬼族か、にしても気持ち悪いな。気持ち悪い。ちょっとイケメンだからって調子に乗り上がって。横のこいつは確かに気持ち悪いが、俺は可愛いだろ。なんだと、一度鏡見てから嫌がれ。残念、すでに俺は青二階ではマスコット扱いなんだよ。俺だって映画出たもんね。リアルでキモかっただな。こうなったら姉子にどっちが可愛いか決めてもらおうじゃないか。上等だ、よし、今から行くぞ。姉子、俺とこの寒天野郎どっちが可愛いですか？もちろん僕ですよね。こんなおっさんよりマスコットの僕が可愛いですよね。どうでしょう、姉子。姉子って呼ぶなって言ってんでしょうが。やっぱ怖えな、あいつ。普通、鬼族は人に懐かねえんだがな。まあ、あいつも鬼みたいだからこそなのかもな。閉めるわよ。なんで考えがバレてんだよ、怖えよ。お前ら、どうしたよ、アイデン様よ、抵抗してるやがれ。抵抗してるじゃない。ああ、めんどくさい、帰りたい、ベッドでゆっくり眠りたい。仕方ない、ちょっと本気出そうかな。霊波動を使うのはめんどくさいけど、怪我したら鮮血ちゃんの思うツボだからね。だから、遠慮はしないよ。霊波動。嘘だろ。強すぎる。これで終わりだね、それじゃあ私は帰るから。あの野郎、何だったんだ。気づいたら、周り一帯が魔法弾と光線だらけで、避ける暇なんてなかった。こんなことか。くそ。この俺が手も足も出ずに負けるとはな。ちくしょう、さすがに死んでいるとはいえ、あそこまで肉体を損傷したらさすがに復活まで時間がかかっちまうかもな。だが、おかしいな、痛みがねえな。それに体が動く。なんだ、今変な感触したような。ちょっと待て。今の俺、どうなってんだ。目は。開けれそうだな、少し確認してみるか。なんじゃこりゃあ。なんで俺がスライムになってんだよ。まさか、俺自身一度液体化を習得したから、能力の防衛機能で勝手に液体化したのか。まあ、おかげで痛みは感じないが、でもさすがにスライムはねえだろ。仕方ねえ、とりあえず他の奴のところにでも行くか。はあ、まさか俺がこんな姿に。とほほ。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回も、お楽しみにー。